皆さんこんにちは。非常識な業種集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、夢が叶いにくい教室の先生と話していて気づいたある口癖とは、ということについてお伝えしたいと思います。夢が叶いにくいなぁと感じている人とかは結構ドキッとするタイトルかもしれませんけれども、ここのところ、そうですね、1ヶ月ぐらいかな、割といつもレギュラーでお話をしている会員の方以外の方とイベント的な感じでお話をする機会が多くなっていて、まあそれでいろいろ、まあ実際に困っているお話とか、どういうことみたいなのを聞いたりする機会があったの で、その時にある共通して言ってらっしゃる言葉が気づいたというか、このことが多分それをじゃ夢のね、実現を邪魔してるんだろうなっていうふうに思った言葉があるので、それを今日はお伝えしていきたいというふうに思います。はい、それでは本題に入りたいと思います。まずですね、その夢が叶いにくい教室の先生がよく口にする口癖、話し方の癖ですね。それは何かっていうと、ズバリ、いつかは何々したいですという言葉が多いなという感じですね。夢語る時ってなんかそういうふうに語るんじゃないのかって、まあ思うかもしれないんですけれども、結構ですね、いつかはっていうので、まず日時っていうか未来が結構ぼんやりしてるじゃないですか。で、したいんですっていうのも、まあ柔らかな願望っていう感じですよね。だからいつかはっていうのですでにぼんやりしてて、したいんですっていう柔らかな願望でぼんやりしてるみたいな感じなんですよね。だからこの2つを両方で使っちゃうとですね、なかなか叶いにくいなという印象があるんですよ。で、じゃあ私はどうなんですかって言われると、確かにですね、まあいつかは的なことを言う部分で言うと、死ぬまでにとかっていうのがちょっと長い感じで言う時ありますよ。死ぬまでにこういうことをしたいとか、死ぬ時にはこういう状態で死にたいとかですね。でもちょっと気づった方気づくかもしれないんですけど、したいですっていうよりはもうちょっと意思がはっきりしてますよね、その方がね。なんならもうちょっと強く言うなら、何々をするぐらいの勢いなイメージです。例えばそうですね、まあ死ぬ間際の風景と状況は決めていてっていうのを私たまにね、お話しすることあるんですけど、桜の咲く時期に死にたいみたいな感じで桜の咲いて散る時ぐらいがちょうど死に際として美しいんじゃないかとか思ってるんで、桜の花の咲く時期にっていうのは前からね言ってるんですけれども、まあそれはさておきですね。その結構断定的に言うかしないか、言うか言わないかって結構大きくって、いつかはしたいんですっていう話を私聞くとですね、いつしたいですかって聞くんですよ。大体いつかはって言うから、いつかっていうところをちょっと確定したいんですよね。なんか夢があるわけですから。でそうするといつかはっていうのをやっぱり自信がないっていう言葉を使う方も大体似てるんですけれども、はっていう顔するんですよね。いつかはっていつやりたいんですかっていうと、その場で一生懸命いつなんだろうって考え始めるんですよ。でそういう状態になってもですね、5年後ぐらいとかっていう感じの、なるべくこう叶わないことを残念がる自分の残念さを少なくするような、まあ保険みたいな日付、それぐらいだったらどうにかなってるんじゃないかみたいな感じの遠い日付を、仮にいつっていうのを私が聞いたとしても、割と遠めの 日付で言う方が多いんですよね。で遠めの日付を言えばまだいいんですけど、いやいつかはって思ってるんで、いつまでっていうのはちょっと分かんないですっていう方はまず無理です。
いつかはっていうのを決められない人はそこに向かって動かないので、いつかはって言ってるうちは叶わないんですね、結構ね、はい。で、〇〇したいんですって言う〇〇っていうのもね、これものすごいハードルが高いことだったりすると、まあ時期が遠くても仕方がないかなって思うんですけれども、そんなにこうハードルが高くない事象とか、ちょっと行動すればその世界とか状況は変えられるなという場合に、何々したいですとかっていう話とか、そうだな、何かをする、あ、わかりました、習い事とかね、そんな大変じゃないじゃないですか。いつかは、あ、そうですね、まあじゃあピアノを習ってみたいんですとかっていうくらいのレベルのことがあったとするじゃないですか。え、それって今もうできるんじゃないですかとか、すぐに行って、ね、どこの教室にしようかとか、ネット検索でもいいから探してみるとかぐらいはできちゃうんじゃないのかなとか思うんですよね。で、その上で入学時期いつかって決めればいいだけで、いや今忙しくて時間がないからとなれば、時間をどうやって作るかがピアノを習いに行く以前の問題になるので、時間をじゃあどうやって作るかって考えればいいわけじゃないですか。でもその時間がどれぐらい必要なのかは、まあ調べてみないと分かんないじゃないですか。1単元1時間とか30分なのかとか、オンラインで習えるのか習えないのかとかっていう、そのいつっていうことを特定すると、具体的な事象が多分出てくるんですよね。だからどの道調べるっていうことが必要になってきますよね。で、それによっていつかは言ってたのが急に今でもできるかもしれないっていうことが見えちゃったら、あとは申し込んで習いに行くだけですよね。で、もう一つはだいたい時間かお金かなんですよ、できないって思っている人が言う場合には。で、まあ、今時間の分かりやすい例だったとしますよね。で、もう一個はお金の方ですね。お金の方が、その習い事を、まあ、じゃあ例えばそのピアノっていうのが、まあね、分かりやすいんでピアノにしますけど、じゃあ月謝が1万円だったとしますよね。1万円をどうやって作るかっていうのを考えてみたことがあるのかっていうことです。本当に行きたかったらですよ。例えば1万円って1ヶ月の間の日常でどういうことに使ってるかっていう世界なんですけど、まあベタな計算式で申し訳ないんですけど、330円ぐらいを毎日どうにか捻出できればですね、まあ、1ヶ月で1万円ぐらいになるわけですよ。330円っていうと、すごく本気で節約しようと思ったら、まあお昼がねギリギリ限界になってる人とかだと無理かもしれないですけど、結構じゃあね、お水買うとかっていうのを買うのをやめれば110円とか120円とかが浮くわけじゃないですかっていう、それをだから具体的に考えてみたことがあるのかっていう世界です。今はね、飲み会とかもそんなにないかもしれないですけど、じゃあ誰かとね食事に行くとかって言って、そこでの予算5000円とか見てましたとかって、それはそれですごく大事なことであれば残すべきだと思うし、じゃあ5000円のところを3000円とかにしたら2000円出てくるじゃないかっていうような話で、何かしらこうちょっとずつちょっとずつ積み上げてでも、本気で1万円を作ろうと思えば、そういう削るという作業ができるかどうかを考えてみることも一つだし、あと本気で1万円作りたかったら、まあ私の場合どっちかというとそっちの方が好きなプランなんですけど、プラスで稼げないかっていうこと、今お仕事をしているところで、まあサラリーマンなのか自営なのか、まあでも教室の先生だから自営ですよね。プラス1万円を、予約をどうやったら入れられるかとか考える、毎月1万円を増やした状態でどうやって予約を取り続けるかを考えて、稼ぐ方を考えれば、まあ、1万円ってすぐ出てくる可能性はありますよね。まあ、2つのうちどっちかです。節約型でいくのか稼ぐ方でいくのか。でも課題が1万円がないっていうのが課題だったら、それをどう対処するかって次に考えれば、まあ具体的にですよ。そうすると1万円が出てくる。で、時間もどうにかなる。分かったら、いつかはじゃなくて、もう来月からピアノ習いに行けるかもしれないじゃないですか。
で、これはピアノだから簡単ですよねって言われるかもしれないんですけど、じゃあそれがね30万円とか50万円とか、まあ、海外旅行なのかすごく習いたいお勉強のことなのか資格試験なのか別としてっていう大きなお金だったとしても、考え方は全く一緒で、要はそれを習って時間を作れるか自信がないって言ってる人は、そもそも時間を作ることを放棄してるわけですよ。自信がないって言っちゃってるから、どうにかできないかって考えるから時間って作れるようになったりとかするわけですよね。お金も全く一緒です。本気でそれが、じゃあ例えばね、お金になるような技術を身につけるんだったら、それを借金してでも払ってから稼げばいいじゃないですかっていう案だって考えられる。いや、借金は怖いから嫌ですっていうことは、その借金をして未来に稼げる自分に対して自信を持てないということになるから、やっぱりここも自信がないっていうのがベースになっちゃいますよね。で、それはどうにかするって決めればどうにかなるんですよ。だから私の場合には稼ぐと決めているから稼いでるし、受け取る額もこの額は受け取ってもいいっていうか、まあそうしようと思って動いてるから当然そうなっていくし、本も出版する、本を書く作家になるって決めてるから作家になってるし、サックスとかも3年前、まあ4年前くらいから始めてるんですけれども、ライブで演奏すると決めたからそのために練習をしているので、まあ、決めることがどっちかというと先で、自称は後からついてこさせるようにどうにかするっていう方が多分楽ですね。楽って言い方変かな。いつかはどうのこうのしたいですって言ってる人は、そのいつかは本人が決めない限り絶対に訪れないんですよ。だから決めるっていうことはイコール断定するっていうことですね。で、私、いろいろな活動をしているんですけど、クリエイティビティの領域で言うと、まあ、写真を撮ります、で、本も書きます、あと音楽もやりますっていう、一応この3点セットがあるわけなんですよ。で、この3点で表現する芸術をインスタレーションっていうんですけれども、で、さらにそこに加えて私は建築の知識もあるので空間演出ができます。ので、それこそ夢は、こんなことをやりたい、まあ、この状態やりたいですけど、やるに近いやりたいですね。 パリが好きなんで、フランスのパリのエッフェル塔の付近、たもとの、そういうスペースを借りてですね、私が思う空間演出、その空間を作り込んで、まあ、照明も含めてですけどね。で、そこの中に自分で撮った写真と自分でつけた言葉、詩とかですね、そういうのも額とかで用意して個展みたいにして、で、その会場で音楽も聴いてもらうスペースを作るみたいな感じのインスタレーション個展をやります。 やりますって言いましたけどね、すごく具体的なイメージ持ってるんですよ。いや、パリなんてそんなできるわけがないって思う人はそもそも想像することをやめてしまうんですけど、私はやりたいなっていうふうに思ったことは、それが現実としてこんなのがいいな、こんなのがいいなってまずは組み立てちゃいます。で、それにとって個展にいくら必要なんだ、まあ、渡航費用もそうですよね、場所借りるのも、借りられるのか、そもそもエッフェル塔の近くにそういう場所があるのかっていうのを調べないといけないんですけど、で、それがいくらなのかとかって言って、で、それを実際にやらせてもらえるのか、で、っていうのをあとは調べていけばいいだけですよね。で、金額が例えば500万かかりますって言ったら、それをできるだけの500万を稼げばいいだけの話なんで、で、500万じゃあ稼げたら、あとはそのフランスの内容を調べておいて、500万稼げる私になりましたっていうことで予約を取ってやればいいだけなので、その時期は、例えばじゃあ500万が揃うっていうことが時期っていうことなら、500万稼げばよくて、叶ったらやればいいっていう、そういう感じの思考なので、まずはやることを決めることがありきですね。なので、いつかは〇〇したいですっていうのであれば、まずいつかはっていうのはまず取り外して、〇〇したいですを叶えるために何が障害になってるのかっていうのを知って、で、その障害に対してどういう対処をすれば現実的にいけそうかっていう、現実に落とし込みをして、で、それを落とし込むのにどれぐらいの期間がかかりそうなのかっていうことで日にちが決まるから、
いつかはじゃなくて、場合によってはすぐ叶う場合とかもありますね。うん、本当にお話をしてると、いつかはっていうほど大変な内容じゃないような話とかだと、今やればっていう話をよく言ったりするんですけど、まあとあるね、某先生じゃないですけど、今でしょうみたいなね、雰囲気ぐらいの勢いで、今やれるんじゃないですかそれっていうと、あの、自分でやれない理由を探して自分でやれないことにしてるんですよね。で、いやでもこれこれこういうことが、こうしたらいいんじゃないのって言ったら、それでまず一個事象が消えて、そうすると今度こういう事情がって言って、じゃあこういうふうにしたらって言って、私の頭の中で思いつく限りの対処法はいくらでも思いついちゃうので、こうやったらできるんじゃない、こうやったらできるんじゃないって言ってるうちに、多分本人が気づくんですけど、結局やらない言い訳をたくさん並べてやらないことにしてるのはご本人なんですよね。だから、いつかは何々したいですは叶わないものではなく、自分が叶えないようにしちゃってるだけっていうところに本当は気づいてほしいなというふうに、面談とか対面とかね、していると感じることがあります。はい、なので、口癖になってる方はちょっとね、要注意ですね。いつかはニャラニャラしたいです、まるで夢を語っててすごくいい感じなんですけど、いつかはっていう枕言葉があると、まあまず叶わないなという印象があります。はい、なのでまとめますと、夢が叶いにくい教室の先生と話してて気づいたある口癖とは、その口癖とは、いつかは〇〇したいですという口癖です。で、これを日付入れて断定的にするっていうふうに言っただけで、調べなきゃいけないこととかが出てきちゃったりとかすると、調べちゃうので、そうするとだんだん現実的な対処方法が見えてくるので、結果できちゃうことになることが多いと思います。はい、ちょっと自分をね、追い込むような形になるかもしれませんけど、いや、それが叶ったら嬉しいんだったら、そういうふうにしていったらいいんじゃないかなっていうふうに思いますので、そんな思考をおすすめしてみたいというふうに思ってます。それでは。